ハロー、こんにちは、ミッキーです。今日もドイツのケルンより音声配信していきます。今日もね、前回の引き続きで、ドイツのケルンの病院の、病室のベッドの上から配信です。まだね、今日も入院してます。今日入院3日目かな。で、えーとね、手術の後は順調で、で手術のその後ね、金曜日の 金曜日はね、かなりグローキーだったのであの日だけはすごい大変だったけど昨日とから土曜日は結構動けるようになってたし今日も検査があった時にああ順調に回復してるから明日退院して大丈夫ですよみたいな感じだったからねそうだからかなり順調に回復してます。でまだね体のね左側のお腹かからチューブが出ててあの手術の時の血とその洗浄液。 が混ざったまま血みたみいなのがね薄まった血みたいなのがお腹にたまらないようにねそれが出てくるようになってるんだけどそれ以外はもうあの点滴の針とかも全部取られたし他の穴もねなんていうのえっ、ー、とうこか <laughs> 大きい絆創膏みたいのでね塞がれてるからうんでまあねあのくしゃみしたりすると痛いし笑うとやっぱ痛いんだけどそれ以外。 早くはど,どっちにしても動けないじゃんだからそんなにも痛くはないからさ空気の玉がね <laughs> あの昨日怖がってたあの体に溜まってる空気の玉がさその痛みもだいぶ減ってきて今なんかね何か所かちょっとまだあるんだけど、うん、でもほとんどな、まあ、くなったって言っていいかもしれない、うん、時々ね時々出てきて時々痛いんだ、まあ、そんな感じかなで、まあ、病状はねだからもうほんと幸い順調に回復中で。 で私がほら入院前に心配してたコロナの件ね私がほら前の音声配入院前のね音声配信でも話したしあのブログとかでも書いたけどこのコロナの時期に入院っていうのがさ、ね、結構院内感染とか怖いなとか思ってたんだけどもうねここの病院すごいわ本当に全然さてうか人がそもそもいなくてでね、まあ、コロナ中だから面会禁止なのね なんだけど、なんていうの廊下にさ出てさ。ここ婦人科病棟でしょ。そこ廊下に出てもほとんど人影ないのね。たまに看護師さん歩いてるくらいでで、隣の病室も空き部屋って昨日言ったじゃん。その隣の部屋も空き部屋だったので、反対側の部屋行く見たらさ1人しかいなくてさって言って。私も今日1人になっちゃった。じゃん。ここにね。ここにもう1人女の人いたんだけど、今日お昼で退院してっちゃったからね。 私今日はだからこの大きい部屋で独り占め <laughs> 一人一人部屋を注文したわけじゃないけど一人部屋になりましたもうそんな感じでね VIP 待遇でしょそうでねあのね下の方のさ総合受付とかは行ってないからわかんないけどまあ土日だしね下も多分混んではいないだろうけどなんかねその私がね 一緒だった病室の女の人とさっき話してたんだけどあのねその女の人のお友達は違う病院の看護師さんなんだってでやっぱそこはねすっごい忙しくて何て言うのもう目まぐるしいっていうもうなんかねパニック状態らしいよでそれがやっぱりコロナのせいなんだってコロナ患者とかもすごくて大変なんだってだからここの病院ほんとに超ラッキーだった。でね なんかもしかしたらさオペを優先にするのはこっちの病院とかそういうふうに分けてるのかもしれないけどねあほら金曜日にオペした時はオペのね予定時間よりは早く入ったんだけどその中ではね結構混んでてだからねまあ慌ただしくはなかったけどまあなんか窓,窓からこう中を覗きながら。 あ前の人たちのオペもう終わってるかな終わってないかなみたいなねそんな感じだったのねであ今看護師さんがね来てねあの私の食べたお昼ご飯の荷物持ってってくれたちゃんと目でありがとうってやったからね <laughs> あの人超かわいいんだ優しいし <laughs> やっぱさ優しい看護師さんとかその介護士さんとかがさどれだけさメンタルに重要かってさこういう時にさ身にしみるよね <laughs> もうさあの何て言うの 見た目がどうとかさ関係ないね本当にさ優しくてさこう寄り添ってくれる人ってどんだけ温かいかだよね本当に嬉しいねここの病院はだからねかなり点数高い本当にっていうかねあの入院前からさみんなにどのね知り合いに言ってもああそこの病院はいいよねって言われてる病院だからまあもともとねそんなに心配はしなかったの夏も入院してたしでも今回本当にこの 今だってほら夏はさ一回コロナ収まってた時期だったけど今このねまさに真っただ中中で本当にロックダウン中じゃん。だけど全然もうここはなんていうの静かで何もパニックってないねパニックのかけらも見えないうんそんな感じでだからねなんかいい感じでねあの本当に静かに入院生活を送れてます。 お腹からね、出てるチューブと <laughs> まあそれだけちょっと気をつければもう手の針もなくなったしね針の刺さってた穴は見えるけどもうそれもねかさぶたになってるからねすごいよね人間の体って本当にね、うん、せっかくだからね手術の時の話を忘れる前に話しとこうと思いますえっ、ー、とね病院に着いてあそれ金曜日ね金曜日に病院に着いてから 私のの部屋に案内されたたがだいい1時間ぐらい後だったのかな1時間ぐらいなんか待ち合い室で待たされてたのね。で部屋に案内されてからあの荷物開けて廊下に入れようかなと思ってたら看護婦さんが来てね「ミキさん手術早く入れそうだから行きますよ」みたいな感じでだからすぐに「手術の服に着替えてね」って言われてねで渡されたやつに着替えたらさっていうか私本当にオ米初めてだから。 知らなかったんだけどあの手術のさ緑っぽい服あるじゃんよく映画とかで見るで、ね、ここはね緑じゃなくて白になんかなんていうのなんか柄物だったんだけどさあれってさ後ろさ丸あきじゃん知らなかったもう超ウケちゃっただってさまだその時に他に私の部屋に二人人がいたのねで私はさその着替えてさでも着替えてっていうかなんていうの着てる感じはしないじゃんだから後ろ丸あきだから でさあ,あのみやみのさなんかあっ <laughs> かみかん入れてるネットみたいなやつの形のパンツみたいなやつを履かされて <laughs> まあ履かされてっていうか自分で履いたんだけど <laughs> でもその姿がさすっごいおかしくてさ自分でさ <laughs> でまあ写真にさえてないのが本当残念でごめんね, <laughs> でね、まあ。でねまあいやで着替えて出てきてでそのベッドに寝てねでじゃあ行きますよって,って運ばれたの。 で運ばれて手術する部屋の1個目の部屋でね隣に手術用のベッドがあってそっちに移動するわけよ。でまた後ろね全開でさ何だっけ昔さ「お坊ちゃまくん」っていう漫画あったじゃんあの貧乏ちゃまみたいな感じじゃんあの手術の服って。<laughs> でもほんとあんな感じだったん、ね、ででそのさ貧乏ちゃまみたいな服でさ私だから隣のベッドにねあのベッドからベッドの上にこう。 移動してで、まあそれも何人がか,かりでみんなやってくれるのね。ですぐにあのなんていうの緑色の毛布かけられてでそれがさすごい暖かくてあの、ね、ちゃんと温めててくれたのね。でそのベッあのその毛布の下でさささっとその貧乏ちゃまの服を脱がされてあの見えないようにねちゃんと配慮されててでその時にも2回ぐらい名前と誕生日を確認されて。 でその後に麻酔のところにね私の手術する部屋のもう一個手前の部屋だからさ手術に行く部屋ってさそれも今回初めて知っただから1個目の,あのベッド移動する部屋でしょでその次の部屋ね麻酔をよ準備する部屋かそ,うそ,うそこでもね2回3回か。 来る人がね新しい人が来るたんびに名前と誕生日を確認されて絶対が、ま、間違いがないようにって言ってねで麻酔の担当のお医者さんと二人助手みたいな方がいてであのね手の甲は嫌だって言ったんだけどさ、まあ、手の甲に、ね、針を入れられてさでも手の甲はそんなにあのなんていうのそんなに嫌じゃなかったね後で考えたらうん。 あのもうその時点からすでにほら血圧とかずっと測ってるじゃん心拍数とかでまあ割とちょっと高めだけど落ち着いてる感じだとね、まあ、ちょっとぐらい上がるのは普通じゃんねちょっと初めてのことだしさで半分の頭ではああ今から始まるんだっていうのと半分の頭ではああんかこれ本当に映画の世界みたいと思ってちょっと見たいっていうかむしろその手術室の中も全部見たいと思ってたのねだからそれで心拍数上がっちゃったのかな。<laughs> それれでちょっっと血圧上が上たのかもしれないだけど、まあ、割とすぐに落ち着いてでああいい感じいい感じみたいな感じだとねで今からあの麻酔とかねするけどできるだけあのすごくいいこと考えてあの気持ちいいこと考えてリラックスしてねそういう風にしてた方が目覚めがいいですよって言われたのであそう言われればそれ読んだことあるわと思ってねなんかさ全身麻酔するときにあの麻酔にかかるときにすっごい恐怖 を感じてていいるるるとと麻酔ががが冷めたたたに暴れ出しだしっっっりする人がいるっていうのを読んだことがあったのねで実際になんかそういうの聞いたことあったからさあそのことかと思ってねであいいこと考えよういいこと考えようと思ってそしたらさあの何て言うのその一番私を落ち着かせていい感じなのは私の今の老人ホームのおじいちゃんとかおばあちゃんたちだろうなとか思ってさほら家族とか考えたらっていうのもっとなんかさ あの深いところの感情が揺るがされちゃってさ、ね、あの余計悲しくなっちゃったりしちゃうかもしれないじゃんと思ってねであそうだ老人ホームのおばあちゃんとおじいちゃんのこと考えようと思ってで老人ホームのおばあちゃんとおじいちゃん考えてたらもうさ何かさまた超感動してきちゃってさなんかさあ「あのおばあちゃんとかおじいちゃんに会えて本当に幸せだったな」とかさいろいろ考えて、まあ、別にお別れじゃないんだけどでそしたらさ超感動してきちゃったから「あやばいやばいまた」 血圧とと心拍数が上っっちゃうと思っていやこれはそうだなんか行ったことないけどハワイの海とかにしようと思ってでそういうなんか南国のね海とかあそうだ沖縄沖縄とかそういうことを考えていいねリラックスリラックスって言って、まあ、そう言ってるうちになんかさあの痛みづめの注射を先にされてその後に麻酔をされたんだよね。で痛み詰めのの注射も液体のやつねでなんか 変な感じがしたら教えてねって言われてで、注射してまあ、注射というか点滴型のねで、間もなく変な感じしたかあなんか変な感じしてきましたよって言ったら「ああオッケーオッケーじゃあ麻酔しますからね」って言ったあたりからもう覚えてないんだ。で覚えてるのはだから目が覚めたらなんかねミキさんって言われた気がしてファンって目が覚めたらその麻酔が覚める部屋にいたのね。で なんかね起きた時の多分寝てる時だから聞こえてるのかもしれないよねなんかさ時間かかったなって気がしたので、あなんか時間かかった気がしたなと思ってさ目が覚めた時にさなんか <laughs> 多分そのおじいちゃんとかおばあちゃんのことを考えて感動してるのが残ってたかもしれないけどさ <laughs> すっごい泣き出してたしっ <laughs> て思って。 本当かか大丈夫ですか?」はい大丈夫ですって,って泣きながら「すいませんティッシュください」っ <laughs> て泣きながら「あ全部ね順調に終わりましたよ」って言ってね「大丈夫でしたよ」って言って、ね、<laughs> でなんかさそれおかしかったねんでまあ起きたり寝たり起きたり寝たりしてで1時間ぐらいそこにいてその後に病室に戻ったの。そうで病室に戻ってからしばらくして執刀医のね女性の女医さんが来てくれてで ミオンってその子宮筋腫がすごい大きかったけどお腹切らないで手術しましたからねって言ってだからちょっと時間かかったしあと出血も多かったけど大丈夫全部うまくいきましたよって言ってくれてねでまあそれがそういうとこだとそのつ間の話をねいましたわけ <laughs> でまあ本当に超ありがたいねなんかいいテンションで来てくれたもんその先生ねもう私魔法かけだからねって言ってたから。 ああありがとう一瞬聞いてもね「えお腹切ったんですか?」って言ったら「うん切ってない切ってない私魔法かけたから大丈夫」って言ってたほんと助かっちゃったそうだからねお腹切らずに穴4つ今ねっで1個はまだ開きっぱなしあのさっき話したあのチューブがつながってるからねでさチューブがつながってて横に袋があってさそこにその溜まってる血とかの量が見えるのねそう で動いて、ねね、寝っ転がってコロコロするとなんかもうちょっと出てくる気がするね <laughs> 昨日だからさ寝てる時にさ右向いたり左向いたりコロコロしてたから多分それで血がいっぱい出てきたと思うんだよ、ね、で今日さ見たらその看護師さん見た時に「あ,あ結構出てきたね」って言って「あでもこれすごいいいよお腹に残しとくより全然いいから」みたいな感じだったのね。まあ、残しとくって言って、まあ、いつか消えてくんだろうけどさねえっていうかもう超人体の不思議だよ本当に。 あの体に、ね、害のないガスを入れてその内視鏡の手術をするとかもさ「もうえ何そのガスどこに行っちゃうの?」とかそのね今だからこの「できらなかったじゃあもしも今できなかった水はどこに行っちゃうの?」とかさ超気になるでしょ。それまあさオペする人とかさそのお医者さんとかだったら多分。 全然不思議じゃないのでも私からしたらもうちょっと人体の不思議だよ本当に。で聞いてみたいんだけどで聞いたんだけどね私の聞きたい意味をあんまり分かってないみたいでちゃんと教えてくれなかったから今度日本語喋れる人いたら聞いてみよう。<laughs> というか誰かこの聞いてる人の知り合いでそういうの詳しいお医者さんとかいたら教えてください。ねどうなってるのか一体人体の不思議本当に。 ねえまあそんな感じでね今お昼食べてさっき一回音声配信の録音してでちょっと動いて散歩してあの空気移動させるためにでもう一回ちょっと今お昼寝します。ではでははまたねー